その長く読んでくれてる方ほど、そのこれ前も見たなって思われるじゃないですか、多分、はいはいはい、同じようなことをやると、うんうん、なんかね、それを思われるのが悔しいっていうのがあるので、うんうんうん、なんかしらその自分の中でも新鮮なことを常に入れたいなって思うのはいつも思ってる、うんうん、でもね、そういうふうに思うことって多分大事だなって思ってるし、うん、一応リボンは今を生きてる女の子が読む雑誌なので、なるほど、うん、やっぱリボンにいる以上は何かしらやっぱ取り入れていくというか仕入れていくというか、うん、なんかそういう部分がないとダメなんじゃないかなっていうのはちらほら思うようにしてます。